お母さんも石田家も男兄弟がやっぱ多いじゃないですか、うん、でやっぱここの家庭もやっぱ長男次男が全くこう口をしゃべらないぐらい仲が悪いっていうふうにこう言ってるんですけど、あでも一生かどうかわからないでしょ、まあ、今はですけどね、今は、専門学校と高校1年生、もうそれこそうちだってそうだったもの、まあそうでしたけどね、全然口聞かなかったりとか、もうね、もう、だけど大人になったらその間にこうなんか、うん、ベタ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 するわけじゃないけど、の喋ってるよね、そうだよねとか、けどそういうこう全く僕らもまあ当然そこの現場にいたんですけど、全く喋らずに会えばものすごいこうまあまあ喧嘩というかもうお互いに威嚇し合ってるような感じ、威嚇し合ってしかも無視し合うみたいな、なんかそういうありましたよ、ありましたよ。それを目の当たりにしてる親の気持ちとしては、あもうしょうがないなっていう、けどお互いからこうなんでみたいな話は聞いたりしない、いやムカつくんでしょ、いやけどそのムカつくって言ってもその原因は何とか、いやだから原因は何ってそんな理路整然と言えるような原因はないわけよ。ああまあまあそうか、うん、なんかムカつくわけ、あまあその積み重ねだったりするわけ、そうそうそう、兄弟でお兄ちゃんのなんか権限みたいな、で自分がまた成績がね上のそれよりもいい学校に行っていればまた違う意味で見返したりとか、また変なことがあるし、まあ、だから本当にねそのケースバイケースよね、うん、で進学のことも本当に漫画でね生活を維持するだけの能力っていうのは本当はっきり言ってね一握りなのよ、うん、今ね声優さんになりたいっつって声優学校行くけど、はい、本当に一握りなんだけど、でもね生きてる間に無駄はないと思う、うん、いろんな人と学ぶ、ね、いろんな人のものをね、うん、見るわけだし、で、はい、そこであ自分には何もなかったっつってショック受けてそこでこう心を病んでしまう場合もある、うん、でもそれを心配してったらしょうがないんで、その時にはしょうがないねってよりもね言葉のかけ方を親とすれば、うん、ほんわかとかける努力を、はいはいはい、うん、そうか、そう、ね、だから言ったでしょじゃないんだよね、うん、うん、いいよ無駄がないんだから、あなたの人生これからも長いんだよって、うんうん、そこでねじゃあ絵の上手なねお兄ちゃんになったっていいし、将来ね父親になった時にお父さんがちょっとこうね絵を描いてくれるなり、それから物語をね描いてくれるなりしたらすっごいじゃんっていうようなシフトの仕方もあるでしょ、はいはい、何もできない人よりは素晴らしいと思うし、だからその近道しようと思わないっていうのも一つだよね、うん、でも昔はね二十歳過ぎたらもう一人前だし、もうさ結婚しなくちゃいけなくて、まあまあ、何のちゃんとどうのこうのって一家を支えなくちゃっていうのはものすごく強制的なものがあったけども、はい、今ってすごいそれはアバウトじゃないですか、まあ、そうですね、まあ、自由というかね、うん、本人のねこう尊重される時代になってましたけど、そうそう尊重されるけど、でもね、それじゃ食っていけないんだよね、うん、それはもう親とすれば分かってることだけど、はい、でもそれだけで世の中成り立ってるかって言ったら違うと思うよね、うんうん、隙間を誰かが埋めてくれるから成り立ってくるところっていっぱいあると思うんで、自分の子供は王道を行ってほしいっていうのは、うんうん、それはそうだと思うの、はいはい、でも私は隙間でも OK よっていう気持ちでいるんですよね、うんうん、なるほどね、夫はねどうも王道を走ってほしいらしいんだけど私の子供王道無理だし、だから最初からねすごい才色兼備のね女性と結婚すべきよね、それだってあれっていうのができるわけだからそれはねそんなに都合よくはいかないし、まあね、そうですね、あ、まあ、まあまあこの質問にあるとその兄弟が仲が悪くて口も聞いてないとは言ったとしても、まあとりあえず親としてはこう理由を突き詰めるんじゃなくてまずは見守るしかない、そうそう、ということですよね、結局大喧嘩してるわけで特別の喧嘩してるわけでもないわけでしょ、ただ兄弟なんだから大丈夫よっていうそのスタンスはやめるべきね、やめるべき、何かがあっても親は間に
入るっていう心構えだけは持ってなくちゃダメ、うんうん、何かがあればやっぱりグッと入ると間に、うんうんうん、なるほどね、それはね、うん、やっぱり安心しちゃいけない、うん、あ、まあそうかそうかそうか、うん、兄弟だからなんとかなるよっていうふうに、うん、まあ、見放すわけじゃないんだけどちょっと傍観するんじゃなくて、うん、何かがあったらやっぱりちゃんと入って、うん、やりなさい、でもそうつもりでね、そういうつもりで私はやってきたつもりなのに、娘は私がやられてる時に全然何もお母さん知らんぷりしてたとかって言うけど、私はそう後ろでやってたのは死なねえ程度にやってるなと思ってもう新聞読んだりしてたんですけど、でも ね、子供にも言わせると、私やってた時に全然知らんぷりしててどうのこうのとかっていう、もうそれは伝わらないもんなんですよね。そうなんですよ、そういうのはね、それはね、あーと思うけどね。